ター乗り換えです。今日はですね、微姿勢エクササイズをご紹介したいと思います。今日はご自宅にも必ずあるこのタオルですね、タオルを用いて行いますけども、このタオルはこれはですね、バスタオルで少し小さいぐらいですかね。で、体が硬い方ではバスタオルをね、ちょっと使っていただけたらと思います。柔らかい方、体がね、ちょっと柔らかい方は普通のタオルぐらいでもいいかなと思いますので、ぜひ、ね、チャレンジしてください。で、今日はまずね、手を上げる前にお腹に力を入れてお腹をキュッと締めます。締める、肋骨、このね、肋骨を締めるようにお腹に力を入れましたら両手を上げていきます。で、手を上げるときに肩甲骨ですね、肩甲骨がこのように上方回旋、上に上がるような意識を持って手を上げます。この姿勢からお腹に力を入れたまま片足を下げていきます。上げる、片足を下げていく。この時に注意ポイントはいくつかあります。まず一つはお腹を締めたまま行うことですね。よくあのプランク、こういうのようにプランクでもお腹締めるんですけども、このプランクでお腹を締めるっていう感覚よりは少しね、手を上げている分上に伸びた状態で締めるし持ちます。腹横筋といいまして、こうね、大きいコルセットのような筋肉があるんですけども、この筋肉が横に入っている、横に方向に走っているのを少しね、縦に伸ばした状態で締める感じを持てればさらにいいですね。手を上げて下がっていく時にお腹締めたまま上に上がるけども締める、締めたままで戻す。で、2つ目は胸椎、上の胸椎をしっかり伸ばします。ここの上のね、腰の上にある胸椎部分を伸展、ブリッジというような、こう反るっていう意味になって上に伸びていくような感覚を持ってください。上に伸びる、胸が少し斜めに張っていく感じですね。胸が開く感じ、でもお腹は締めたまま、肩甲骨は上方回旋に上げた状態で行っています。で、重心なんですけども、後ろ足ではなくて前足のかかと側に荷重をかける意識を持つと、前足のね、お尻の筋肉もかなり活動が強くなりますので、まあ、ヒップアップにもなりますし、まあ、お尻の筋肉をつけることで微姿勢も取りやすくなります。で、あともう一つなんですけども、後ろの足はヒップアップをよりつけたい、より入れたいっていう方は後ろの足伸ばしていく。で、伸ばしていって、こっちの後ろのお尻も締める、締める。で、前の足だけで後ろの足も締めていきます。で、戻す。こういう動作でも OK。これは特に目的によりますけども、膝をしっかり曲げても OK ですし、後ろに伸ばすのも、まあ、ヒップアップ、後ろの足も硬くするという目的ならばいいと思います。で、ちゃんとできると、つま先の上に膝が来るぐらいになってきまして、つま先の上にね、こう膝が前に出すぎたりとか、かかとが浮いたりっていうのは、これはダメですので、手を上げたまま沈み込んでいく。立つという意識。ポイントは股関節をうまく使うんですけども、股関節使いつつ、お腹締めて胸椎に伸ばすですね。これがとても大事になります。これを片足、ずつやってもいいですし、反対側をね、交互に行ってもいいかと思いますので、頑張って、バックランジと手を強調するトレーニングですね、微姿勢エクササイズ、ぜひやってみてください。今日はこれで終わります。またお会いしましょう。さよなら。